今日は2020年の11月9日月曜日です。今月末まで小田急では秋の大山キャンペーンを実施中です。お出かけには一番下に書いてありますこの丹沢大山フリーパス、これが便利で1枚買えば往復の交通費のほか現地での観光とそれから割引の特典なども受けられることになっています。今回この動画は伊勢原市の観光協会の方と一緒に企画して制作しております。お楽しみいただければ幸いです。よろしくお願いします。小田急の名物はやはりこのロマンスカーですが、伊勢原駅はほとんどの列車が通過してしまうので手前の駅で降りてから乗り換えていけば、1時間に何本もですねロマンスカー出ております。便利に行くことができます。着きました。新宿から1時間、小田急は運賃が安いので600円で着きます。ロマンスカーに乗りたければさらに600円払えばいいわけですが、ここが伊勢原駅です。伊勢原市のにぎわいも大山の観光需要、江戸時代から続く人の集まりあってのことだそうです。そのアクセスには駅から出るこの金中バスに乗るんですが、大山ってのは何かと言いますと、おそらく日本でほとんど初めてだった大規模な観光地です。観光って文化ができたのはそもそも江戸時代ぐらいでして、それまではもうお金がなさすぎて庶民が観光に行くなんてことはなかったんですが、豊かな時代になりまして、そして大規模な人口の住んでいる密集地帯の江戸からみんなが目指した場所が神奈川県の大山だったのでした。バスは今ずいぶん狭い道を、さっきまでよりはマシになったとはいえヒヤヒヤするようなところを頑張って走っているところですけれど、このようになっている理由はもともとこの道が江戸時代に作られた大変古いものであるからです。江戸時代は別にバスとか自動車とかないですからね、そこまで広い道じゃなくてもよかったわけですが、その当時の昔からの規格をそのまま受け継いでいます。運転手さんにとっちゃ面白くないと思いますけど、でもここまでのバスの途中は面白かったですね。すごい狭い江戸時代のその道をずっとバスで頑張って登ってくる、もうこれだけでもすごい価値があったけど、運賃はたった伊勢原から320円で済みます。この谷川に沿ってバスで伊勢原駅からこのように登ってきたわけですが、最終目的地のですね阿夫利神社の、下社というのがあるんですけど、それがここでして、現在地がここ、ここからさらにもう少し歩き、そして急な坂道は最後、ケーブルカーで登っていくことになっています。バスはもう終わりましたけれど、ケーブルカーに乗るまではしばらくまだ歩きます。もちろんそこまでの道は上り坂です。この大山への参道はどこから続いていたのかと言いますと、いろんな方面に伸びていたんですが、まず一つには辿っていくと東京方面へ青山通りとして伸びていくそうです。青山通りっていうのは渋谷駅のあの道玄坂とか青山学院大学とかあの辺にあるあの巨大な大通りですけども、そんなところからぞろぞろとみんなすごいもんだと思います。また藤沢市に東海道線の駅もあります辻堂という場所がありますが、あの地名の由来もこの大山でして、大山までの道筋の分かれ道、その交差点という意味が辻堂の辻という言葉の由来だそうです。江戸時代から多くの人を集め、そして多方面に影響を及ぼしたこの大山詣の文化は現在は日本遺産に指定されています。ちなみにもう映像で皆さんにお知らせはしていますけれど、
バスを降りてからケーブルカーの乗り場までの道中、コマ参道といいまして、このようなお買い物ができたりお食事できたりするような場所、途中お店に立ち寄って旅歩きなどを楽しみながらケーブルカーの乗り場を目指すというのもいいでしょう。しかしこれこんなに大きいのに味がよく締めて美味しいな。ぐさっと喉に突き刺さないように気をつけながら食べましょう。大山の名物はお豆腐です。もう至る所でですね、お豆腐食べられます、お豆腐膳、そんな看板が目につきます。あとでもちろん私も食べます。なぜ豆腐が名物なのかはその時にお知らせします。しかしさすがにずっと上りばっかりですから疲れてきたなと思ったところでちょうど着きます。ここが大山ケーブル駅。ここから先は楽をすることもできます。この大山、景色のいいのが売りでして、すでにここからでも相模湾とその奥の三浦半島を見渡すことができていますが、登っていけばなおのこと素晴らしく見えるはずです。このケーブルカーですが、小田急のロマンスカーをデザインしたのと同じ人が作ったもので、どう見てもロマンスカーという感じですけどね、すごいやつだよ。約6分で登ります。途中駅は大山寺、終点は阿夫利神社です。お客様にお願いいたします。ケーブルカーは事故防止のため急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。また窓から手や顔を出されますと危険ですので、おやめください。車内は禁煙ですので、おタバコはご遠慮ください。携帯電話の使用は周りのお客様のご迷惑になりますので、マナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。終点阿夫利神社まで約6分で到着いたします。次は大山寺でございます。平成27年6月にはミシュラングリーンガイドジャポンに大山阿夫利神社からの眺望が2つ星で紹介されました。まもなく大山寺に到着いたします。大山寺途中駅です。停車の際揺れにご注意ください。停車するまでお待ちください。ホームの上り下りは変わりますのでご注意ください。2台が1本のロープでつながっています。停車の際揺れにご注意ください。ケーブルカーというのは上下2つがそれぞれ1本のロープでつながっていますので、絶対に同時に動かなければいけません。だから片方お客さんが乗り降りし終わっても、もう片方はまだ動けないってことは結構あるわけですね。本当にすごい急な道を登るよな。ケーブルカーというのは電車のような見た目をしてるんですけれども、電車とは違いまして、電車というのはだいたい自分で走るんですけれども、これは引っ張ってもらう、まあ、要するにレール付きのエレベーターです。だから今ここでケーブルがぐるぐるの上を通ってどんどん下へ降りているところです。このケーブルカーの特徴、途中下車ができることです。大山寺駅は阿夫利神社までの間にある一つだけの途中駅。要するにこの大山の観光の主な対象は、一つがお寺大山寺で、もう一つがこの阿夫利神社なわけです。さてお寺と神社、2つ見どころがあるということですが、もともとはお寺しかありませんでした。江戸時代に徳川家がいろいろやって、ここが立派なお寺ということになったわけですが、徳川家はとてもお寺を重視してましたんでね、ところが明治の時代になると、お寺よりも日本は神の国、もオリジナルの宗教があるんだから神道で行った方がいいんじゃないか、だって天皇陛下だって神道の、ね、受け継ぎを得てるわけだしということでですね、神道の方が大事になりまして、その時にお寺と神社の区別が曖昧だったんで、今でもね、日本人ってお寺に行ってんのに仏様じゃなくて神様って呼んだりするガバガバなところがありますけれども、そこがちゃんと厳格に分けられてなかったんで、お寺はお寺、神社は神社でやりましょうと言ってですね、もう本当はもっとこの上にあった終点のところにあったはずの、お寺をこの下のところへ移すということをした。だからここのお寺は明治時代に作られた新しいものだそうですね。で、何でもね、ここで道が二手に枝分かれしてるらしいんですけど、右手が楽々参道、左手が正面参道、軟弱者はこっちってことか。いや、わかんない、別にこっちから行くのがそんなおかしいことじゃないと思うんですよ。もう常識ある人間はこっち行くだろうみたいな感じになってますから、多分9割方の人こっち行くと思うんですけど、正面がこっちっていうのは正面から行くか。あ、なるほどね、これは立派だ、正面から来てよかったですわ。ケーブルカーも戦前とは言っても
ここは明治時代なわけですから、こっちの方が圧倒的に歴史は長いんでね、ケーブルカーができるまではみんなこの下からずっと歩いて登っていたわけです。江戸時代はこのお寺を目指して、もうなんか何十万とかそういう数で毎年お参りに来られていたそうですよ。中は撮影できませんが、しかしこういった結構な観光地のお寺にしては珍しく、特に拝観料とかそういったものもかかりません。江戸時代はいろんなお供え物をいっぱい持ってきたようですけど、もう今ではねお賽銭、あ、じゃあもう語呂がいいから5円とか、もうそんな感じなんじゃないかと思いますけど、5円玉もらったからっつって、なんかもうお寺がなんか一人のお客さんに対してね、それが元が取れるぐらい儲かるとは思えませんので、ある程度お寺に収入ももたらさなきゃいかんということで、まあ私もねちょっと多めにお賽銭は入れてきました。それからこれですね、かわらけ投げっていうのがあるんですが、2枚のこういうね焼いたお皿みたいなのをこう買って、で、2つ投げると、でうまくあの赤いところに入ったらうんぬんとか、まあそういうのはいろいろあるんですが、まあこれ300円なわけですけど、こういうのもきっとやることによってお寺の応援にもなるでしょうし、やる方も楽しいので、ぜひ皆さんもね来られたらやってみていただきたい。まず1枚を投げると厄除けになると、もう1枚投げてそれが入ればお願い事が叶うかもしれない、まあそういう話なんですが、だから別にとりあえず1枚でも投げれば最低限厄除けの効果は得られるってわけですよね。じゃあまあ300円もねお買い得になるんじゃないかと思うんですが、結構強く投げないと入らないんじゃないかと思うんですけど、やってみましょうね。あ、まあまあ意外といいところまで行ったかと思ったけど、相当力入れないとダメだな。縦投げの方がいいかもしれないな。ダメでしたね。今では新宿から1000円ぐらいで来られますが、旅費だってバカにならなかったわけです。だから来たい人みんなが希望通り来るということはできなかったので、江戸時代の人はどうしたかというと、旅行サークル、まあ、講というんですが、講というものを結成し、そしてお金を集めて、集まったある程度のお金でメンバーの中の誰かがくじ引きで旅行に行ける、そしてみんなを代表してお参りをしてくるという制度を作ったのでした。ちなみにここにある大きな石碑は川崎のお魚関係の講らしいですけれど、江戸時代に作られた制度ですが、現在でもわずかにこの講で旅行しているという人たちがいまして、まあ今ではお金がなくて来られないってことはないだろうから、本当にみんなで集まって大山詣をしに来るグループみたいな形で受け継がれているのかと思います。でもお寺は結構こじんまりとした感じでしたね。そんな巨大寺院という感じではない。多分もともとの江戸時代にあったこの山の上にあった大山寺は相当大きかったんじゃないですか。徳川家の庇護を受けてたわけですから、やっぱ廃仏毀釈って言いますけど、ちょうどその時期に作られたお寺なんで、一番かわいそうな運命をたどったんじゃないかななんて思ってます。ちなみにこっちが楽々ルートです。ケーブルカーの音がすんな。急いだ方がいいな。20分に1本なんでね。でも見なきゃいけないものもあるわ。これ東京大空襲の悲惨と書いてありますけど、私もあのコロナの起こったばっかりの時にね、東京の橋とかあの川の紹介とかしましたけど、これその時によく行った多分江東区あたりにあった、菊川橋というやつですが、東京大空襲で、とんでもないことになってしまったそうです。でその時の橋をですね、ここに一部の部材を転用して、現在でも使っているんだそうです。これも江戸の町、もう本所深川地区なんてね、まさに江戸っ子がいっぱいいるようなところですけど、というかもうみんなそこには江戸っ子しかいないわけですが、江戸東京と大山のつながりの深さを感じさせる、そんな橋かもしれませんね。さあ来たはいいけど、うわ向こうじゃないか、これ間に合わないんじゃないかな。次は終点阿夫利神社でございます。これ完全にロマンスカー GSE もしくは VSE ですよね。何回も同じこと言ってるようだけど、いいケーブルカーだよ。ありがとうございます。でもいよいよ乗り物で行くところとしてはここが終点ですね。景色もどんどん良くなってきますが、ここからの景色がミシュランガイド2つ星を獲得したと、相当いい景色だそうです。うちの大学からも丹沢大山見えますもんね。いろんなところ房総半島まで見渡せるそうですよ。着いた着いた、着きました。ここが終点の阿夫利神社の駅です。ここが標高700何十メーターの下社で、本社まではあと標高500メートルぐらい登るんですかね。江戸時代には山頂の方は女人禁制で、女性はこの辺りまでで終点とさせられていたそうです。やっぱこっちはもう昔からの大きなお寺があったところというだけあって、いやすごい立派だわこれ。
その大山をめがけて頑張って江戸から歩いてきた人たちが眺めるのがこの景色です。先ほどもお伝えしましたようにミシュランガイドで2つ星をもらったそうです。相当立派な景色だな。まず見どころのご案内としてはこれがですね、江ノ島と江ノ島までの道のり、この辺りが藤沢市ですね。で奥が三浦半島、あの山の裏側あたりが鎌倉市になるかと思います。さらに今日は多少霞んでますけれど、三浦半島の裏側に房総半島があるのも霞んでいるけれど感じることはできるかと思います。撮っております。ここは随分おしゃれなですね、こんな喫茶店でして、石村というんですけれども、神社の上のところまで登ってくるとですね、ある、まあ、こういう感じの結構近代的なんだな。今日ちょっと来るのが遅かったんで、実はラストオーダーは終わってしまったんですけど、たった今終わったらしいんですが、お店はまだ開いてたんで中の様子だけ撮らせてもらいました。かなり素晴らしい内装なんでね、値段だけパッと見ると観光地価格とか感じるかもしれませんけど、もうかなり良心的な場所だと思いますよ。一人当たりのスペースも広いですから。江戸時代に大山詣をしていた江戸の町の人たちはここへ着いた後はじゃあそのまま帰ったのかというと、そうではありませんでした。まず1泊2日の行程でこの大山にたどり着いた後、大山で1泊ないしは2泊して、次の目的地が江ノ島だったのです。江ノ島にも江ノ島神社がありまして、こちらには大山寺があるわけですが、まあ、こっちがですね男の神様、向こうが女の神様で、それぞれでお参りを済ませ、そしてまた大山では山の幸を、江ノ島では海の幸を味わい、そして江ノ島、東海道の藤沢宿から、あとはまた東海道を通って江戸へ1泊2日、ないしは頑張れば1日で帰れるのかな、それぐらいの工程を踏んでいったということです。だから江戸時代の庶民のお手軽旅行の2大目的地であります江ノ島とこの大山、それぞれに小田急の線路がちょうど伸びているわけでして、なかなかなんか面白いなと思いますけどね。今回もだから帰りに江ノ島に江戸時代よろしく寄って帰ろうかなと思ったんですが、ちょっと今回はそれはやめておくことにします。江戸時代には盛んであったこの大山から東海道の辻堂までの交通も現在では存在しないですからね、バスを乗り換えていく必要があります。参拝が終わってあとはここから下り、そして大山に泊まって、まあ、場合によっては次に江ノ島へ向かうということになるわけです。ところで大山も江ノ島もそれぞれですね、まあ、神社仏閣など、まあ、その中にあって、それがシンボルであるという共通点があります。伊勢神宮もそうですが、江戸時代の観光は基本的に神社仏閣へのお参りというのが基本になっていました。これなぜかと言いますと、実は江戸時代旅行というのは原則禁止行為でありまして、でじゃあその禁止をどうやってかいくぐっていたのかというと、あの宗教の参拝のためなんですよ。というとそれはちょっとさすがに幕府としてもダメとは言えないよなということで、それでですね、みんな、はい、あのちょっと今回はあの参拝のための神聖な目的の旅行ですんで、すみませんこれ行かなきゃいけないんですよと言って、それをカッコつけてですね、実際には楽しみのための旅行をしている人もたくさんいたんだそうです。まあもちろんこれを見ていただいて分かる通り、大山への信仰が厚かったのも間違いないでしょうけど、さあ下ってきて、上は閉まっちゃいましたけど下はまだねやってました。下にもあの別のお店があります。江戸時代名物のそばとかね、大山で食わずには帰れない豆腐、ずっと昔から作られているそうです。おでんなんてのもありまして、私これから夕飯食べるんですけれども、普通に食事注文しちゃいましたよ。まあ多分大丈夫でしょう。頼んだのはですねラーメンとそれからおでんです。なんでここに来てラーメン食うんでと思うかもしれませんが、さっきここへ来てなんじゃこりゃと思ってびっくりしたんです。これルーメソって書いてあるんですよ。なんだこれは、これはなんだろうなと思ったら、まあこうやって回すとラーメンなんですが、ラーメンをですね裏返しにしてそのままあそこに置くとルーメソと読めてしまう。で最初この店がここで、ラーメンを売っているのぼりを出した時に間違えて横向きに出してルーメソの状態で売り始めてしまったそうです。でそれで最初気づかずに並べてたんですけど、これは読める読める面白いぞと言ってですね、そして現在では4台続けてずっとあそこにルーメソの掲示を続けていると言います。その名物のルーメソがこれです。それからからしじゃなくてね、一味唐辛子で食べるそうですけれど、こんにゃくとちくわのおでん、お前こんにゃくどんだけ食べてんだと思うかもしれませんが、僕はこんにゃくは実は結構好きなのです。これ観光地にある屋外型の茶屋みたいなところとね、そこで出てくるうどん、そば、ラーメン、甘酒の類、これはもう全ての観光地の名物ですよ。もうそろそろ最終のケーブルカーが出ます。それが14時半、私はそれより10分前のやつで出ますが、
さっきのあの店の閉店がね4時半らしいんですよ。ってことは最終のケーブルカーで店の人は下に降りられないということなんですけど、どうやってここへやってきたり物を運んだりするんですかって聞いたらですね、そしたらなんか奥の方で見せてもらえたんですけど、なんかこうしょいこがあるんでこれで積んでみたいな、おいおいマジかよと思いながら聞いたんです。そんな江戸時代みたいなことを今でもやってるのかと思ったら、まあそれは半分その通りなんですが、このケーブルで1個下へ降りた、さっき私も降りました大山寺駅、あそこまでは車でも来ることができるんだそうです。でそこまで車で上がってきた後15分ほどこの山道をさらに自分の足で登ったり下ったりすると聞きました。はい、もうもちろん私は楽をしてケーブルカー、そりゃそうですよね。でも さて降りてきました。ただいま4時半です。今江戸時代ではありませんので、大山の観光、阿夫利神社と大山寺の両方を見るだけであれば正直日帰りで行けてしまいます。多分最悪東京を昼ぐらいに出ても大急ぎで行けば明るい時間に降りてこられるでしょうね。せっかく大山に来るのであればやはり2食付きの宿坊を頼んでですね、それで泊まって帰るっていうのがいいんじゃないですか。それが江戸時代からの文化を体験するってことだと思いますよ。宿坊はいっぱいあるわけですけど、旅館浅田 JR グループ小田急協定旅館というふうに、ね、書いてありますが、この外のところを見るとね、またこんな感じ、これは東京繁栄港とありますけれど、まあ、それぞれの港がつけていたプレートとかですね、それからまあこんな石碑みたいなものがずらっと並んでいるわけですけれど、これも全部このなんか書いてあるんですよ。基本的に大山の宿坊に泊まるとき、今日はどこどこ、今度はどこどこというんじゃなくてですね、まあ、まるで檀家さんかのように、もううちはここというふうに必ず一つ決まっていたんだそうです。そして参道をずっと降りてきましたが、私の今夜泊まる宿坊はここです。東岳坊さん、いい雰囲気のとこじゃないですか。東京平和親友校、ここが常宿としてるみたいですね。もちろんここだけじゃないですよ、いろんな校がここを常宿としてるわけですが、とても綺麗なところだ。いや、お世話になりますよ。写経、瞑想、道場なんて書いてあって、やっぱり宗教的なことにもね使えるような場所、これが宿坊という雰囲気。なんと今日は僕だけの貸し切りなんで、中ももう思う存分取らせていただけるわけです。ここがねフロントなんですが、上に黒いこんな太刀がありまして、大山参りってのは毎年夏にやるんですけども、それぞれの校がこういった大きな太刀を作って、それを持ってきて、で大山で清めてもらったのをまた持って帰り、また翌年になると、まあ、お清めの効果が切れるんですかね、次の年になったらまた持ってくるということになっています。2階建てなのかな、ともかく私が通してもらった部屋は2階なんですが、これですね、富士、あ、実際なんか富士山みたいなのがあるな、これ僕の思いすぎ、いやでも富士山っぽいよ。でですね、これがねすごいんですよ。これが部屋なんですけど、巨大なんですよね部屋が。ここが2、4、5、6畳間でしょこれね、とそれからまあこういうのがあるじゃないですか、まあ、これ旅館によくあるタイプのやつですけど、でこの奥の方行くとまたトイレになってるんですけども、でさらにこれが8畳か、いや10畳ぐらいありそうですね。まあ、これなんでこんなに部屋が巨大なのかというと、おそらくですが団体旅行でもともと使う場所が宿坊でしたので、その大山港でみんな大勢ぞろぞろやってきたところで使う部屋といえば、やはりみんなで泊まるわけですから大部屋でないと困ると、まあ、そういうことだったんでしょう。で部屋に通してもらったらね、早速お茶とそれからお豆腐、杏仁豆腐が出てきました。こんな美味しいあったかいお茶いただいちゃって、これなんか相当大昔からこのお茶出されてるそうですよ。これも本物の豆腐を使った杏仁豆腐ってどんな感じなの？普通杏仁豆腐って多分豆腐使わないですよね。おお、すごい杏仁豆腐味の豆腐だわ。へえ、これ美味しいな。一個じゃ物足りないわ。
大山って豆腐が名物なんですよ。言いましたっけ。なんで豆腐が名物なのかと言いますと、これはまた江戸時代のですね、ここで大勢やってきた人たちが大山にお供え物をしていくんですが、そのお供え物で結構多かったのが、まあ、お米とかもあったらしいんですけど、大豆を持ってきて供えた。で、大量の大豆がある。で、さらに聞こえますかね、山道沿いに水が流れてますし、大山の水がきれいだということで、そのきれいなお水を使ってね、水とそれから大豆がたくさんある。じゃああとはにがりを加えればお豆腐ができるじゃないか、そしてお豆腐が名物になるそうです。それじゃあ露天風呂もあるんですけども、それはちょっと後だな。先に夕飯食べよう。夕飯6時です。なかなか立派なところなわけですよ。こういうふうに石庭じゃないかわかんないですけど、こういうのがあってですね、奥には神棚、神棚というかなんと神殿があるんですけども、これ何に使うかというとですね、朝拝、朝のお祓いは7時30分からです。ご参列して爽やかな一日を始めましょう。ここへ来て毎朝お清めをしてもらえることになっておりまして、そしてさらに参拝へ行くときも清められたその状態で大山を登りましょうねということになるそうです。しかしこの個室はすごいいい感じですけど、食事するための部屋なのかな。この部屋を作った目的についてはまだ聞いてないんですけど、いやすごいですよ。豆腐御膳というだけのことあるな。これがですね、まずイチジクの、豆乳ソースみたいなのかかってるそうです。それからこちら真ん中がですね、これがまたごま豆腐で、これは豆腐ではないんですけども、これくるみの佃煮ね。でこれも豆腐ではないんですが、これがですね、これなんて言ったかな、確かね、ごま味噌豆腐で、これもなんか柿、季節の食べ物と豆乳スープだそうです。そしてこれですね、おからですね。もう神奈川の名産の中の一つに間違いなく挙げられる大山のお豆腐ですけれど、まあ、旅館に来れば本当旅館じゃない宿坊ですけども、いろいろこういうものをたくさんね味わえますんで、やっぱ泊まった方が手軽で間違いもなくていいと思うんだよな。穏やかゆっくり時間が止まったような感じもできますし、これもまたですね、湯豆腐。いかんいかん、ついつい豆腐に気を取られてたんですけど、こっちのイチジクこそが先付けですから、どんな味がするのかな。うん、なんかもうスイカに塩かけて美味しいみたいな、そういう不思議な組み合わせの美味しさですわ。飲み物持ってきていただいたんですけど、おすすめは何ですかって言ったらですね、これ持ってきてもらいました。ヤタガラス、これここの旅館の400年ぐらいずっとこれなのか分かんないですが、あの三本足のシンボルですけど、これもね、あの神道の神聖な生き物なんじゃないですか。ここは神社系のところですからね。これ日本酒ってあんまり飲まないんで酔っ払わないか心配なんですけども、すーっとして美味しいですね。美味しいお酒だ。さあもうどんどん次が来てですね、あのいろいろテンポよく持ってきていただけるんですが、私がもう順番バラバラに紹介しちゃっていいのかなって感じなんですけど、これはお造りを持ってきていただいたんですが、お刺身の中にお豆腐が入っていて、こっちは自家製の湯葉だそうです。美味しそうなすりわさび、本わさびですね。よし、じゃあいただきます。中にちょっとシソも混じってるみたいで、いろんな風味があって美味しいわ。美味しい美味しい。こんなに豆腐をいろんな種類で一度にさまざまな方向から食べるのは初めてだ。これはごま豆腐ね。基本何か出てくるとお豆腐がそれに関連してね、ちゃんと入るようになってるんですけど、これはシソとエビとそれからなんかお豆腐を巻いたやつで、抹茶の塩で食べるそうですが、すごいな。抹茶の塩ってここまで抹茶感があるのは初めてだ。どんな味がするのか興味が湧いてくる食べ物ばかりですよ。よし、じゃあ食べます。外側は天ぷらなんだけど、中にはそのまま豆腐が保存されてて、この安倍首相の困った時の食レポみたいですけど、ジューシーですよね。さて今度はですね、焼き物ですが、こんなのが来ました。これオレンジのグラタンなんですが、どうやって作るんですかね、こういうの。そう、入れ物に目が行きがちですけど、これも豆乳を使って料理なんですが、でもすごいですよね。豆乳って思うんですけど、多分万人受けする味じゃないと思うんですよ。でもこれはね、出てきた料理は万人受けする味なんですよ。いろいろ考えてレシピ作ってるんだと思いますよ。秋の味覚が続々と運ばれてくるわけですけど、懐石料理もそろそろフィナーレですよね。ご飯物が来ました。これなんだろうなと、これ何ですかと聞いたらですね、あのムカゴっておっしゃったんですが、相当、まあもちろん説明してもらったんですけどね、あの珍しいものだそうで、山芋の実みたいなものだと。
味噌汁も美味しいですよ。多分あれなんでしょうね、大豆がいっぱい集まるようなところですから、うん、美味しいよ。だから味噌のレベルだって当然上がるんじゃないですか。なぜかあの白味噌じゃなくて赤味噌を使ってるみたいなんですけどね。さて、そんで食べ終わりまして、あのお食事の部屋はね、お食事のための場所で、それ以外には使ってないらしいんですけど、いや、この部屋分かります？私の部屋の入ったところ、ここでスリッパを脱ぐんですが、ここにトイレあるじゃないですか。で、ここを開けるとこういう風になってて、で一方でこっちもまた開けると、こっちにもう一個ドアがあるわけですよ、ね、あ、布団敷いてくれてるわ。で、さっきはまあ、こっからこう開けて中を見たわけですけど、なんでこっちとそれからこっちと2箇所に扉があるんだと思います。別に1箇所ありゃいいんじゃないのって気がねすると思うんですけども、またこれもですね、これちょっと閉めるじゃないですか。これを閉めてこっちも閉めるとね。で、こう閉まったんですが、こちら側をですねまた開けられるようになっておりまして、普通開くんですよ。で、開けてこっちからこう行くことができるわけです。これ一体なんでやっぱりここにも2箇所扉があるのと思うと思うんですが、伊豆の踊り子の動画とかでも言ったと思うんですけど、昔の日本の旅館っていうのはこうね、こういう風に障子とかそれから襖でもう仕切っただけで違うお隣の部屋ですよという風な仕組みになってるのが基本だったそうです。だから部屋に入ると、まあ、これ全部仕切ってみるとこうなわけですよ。で、こちらが6畳一間の部屋で、こっちから入るとその6畳一間を脇から迂回して、で、こっちの扉を通ってですね、で、こっちの10畳間という風な使い方ができるわけです。どうですか、これだったら、あ、広いなぐらい、うお、すごい広いやーっていうのとはちょっと違いますよね。で、まあ、ここはですね、開けると違うお客さんの部屋ということになるわけですんで、開けちゃいけません。それぞれが別々の部屋として使っている場合はね、江戸時代はこういう風な区分けの仕方が普通だったんですが、まあ、とはいえ江戸時代の頃の話ですから、今はねもうお客さん襖1枚もしくは障子1枚で隔てて、開けようと思えば簡単に開いてしまう。で、上のところももうこのように抜けているという状態で、ここで2人のお客さんがね、こっち側とこっち側でそれぞれ部屋を分け合うということはしないんですけども、ただね、この宿の方に伺ったんですけども、この建物3、40年ぐらい前に建てたらしいんですが、建て替えたらしいんですけども、その最初の頃とか大昔はまだそういった使い方がギリギリあったみたいですね。最初はですね、何も飲むものがないから、じゃあジュースでも買おうかな、実はそういう理由もあったんですけど、いい音がするピッチャーくれてましたよ。最初多分なかったんじゃないかな。なんかまあ別に買わなくてもよかったっちゃよかったかもしれないけど、でもこれはこれでいいですよね。栓抜きですよ、もう最近あんまないですから。最初から水のピッチャー置いといたってね、別にその方が楽なんじゃないかって気もするんですけど、魔法瓶とはいえ温まらないようにか気を利かして、風呂上がったタイミング、ご飯食べ終わったタイミングぐらいで持ってきてくれるっていいっすよね。なんとも言えない薄色のオレンジジュースがまたいいな。いいね、やりましょうね。オレンジジュース、お砂糖いっぱいオレンジジュースって感じの味だ。よし、じゃあ寝ましょう。これを引っ張ったらこれ消えるのかなと思ったんですけど、違うところにありました、スイッチは。電動のスイッチが少し遠いところにあったもんで、僕が布団に入ってくつろいでる様子はほぼ見えないと思うんですけど、あのね、この浴衣と、そっか、布団、めちゃめちゃいい匂いするわ。これだけでよく眠れるな。もちろん、ふかふかの布団です。じゃあ、おやすみなさい。はい、起きました。おはようございます。いい感じです、ほら。起きて、あ、そうだ、こういう素晴らしいところに泊まってたなと思ってですね、またそれで2020年の11月10日が始まります。ではお払いいたします。少しはどうぞ。はい、はい、お願いします。はい、
狭くも賢きやふり神社のお前を、おろみがまついて賢み賢み間も咲く。収めていただいてから2連拍手1連。阿夫利神社高中安全守護神事というものでしょうか。これお札をいただきました。これですね、お祓いして清めていただいて、でその状態で、ああ清められてよかったねっていうのは、まあそうなんですけども、それからさらにその清められた状態で大山へ登っていくというのがですね、この宿に少なくとも、泊まっている、まあその常識としているその皇の皆さんの正式な参拝の方法とされてまして、別に絶対そうしなきゃいけないってことはないとは思うんですけど、まあでもね、昔からやられている方法としては本当は先にお祓いしてもらうべきだったみたいです。朝ごはんは8時からで、今まだ4時45分なんで、もうちょっと寝てからですね。朝ごはんもここでいいのかな。多分いいんだろうな。あ、正解だ。さすがに寒いよ。夜より朝の方が寒いですよね。みんな知ってることだと思うんですけど、これ豆乳だな。それからお漬物があるね。いろいろあるね。これはほうれん草だ。勝手に開けちゃう。自分の食い物だからいいっしょ。おお、なんかなみなみと入ってんな。あったかいな。わざわざその寒いって言いながら開けるんですけどね。小川のせせらぎですよ。全部お持ちいただいて揃ったわけですが、まずあの暖房がいいわ。直接的な暖かいものをどんどんこちらへ送り込んでくれる。もう冬を感じますね。これはね、味噌が塗ってるわけですけど、おでんだそうです。やっぱ昨日からこんにゃく食べまくってますけど、大山ってこのこんにゃくも有名みたいですね。それからこれはあれだ、揚げ出し豆腐だな。これも好きなんですよ。いいですね。あとこれです。これお味噌汁ですが、今日は朝になったら白味噌になってる。これ聞いたんですよ。白味噌と赤味噌2種類あるんですかって。そう、夕飯はあの赤味噌なんですよって教えてもらったんですけど、やっぱ2種類使い分けてるんですね。それからこちらはお豆腐の豆板焼きということなんですが、これまあもう少ししたら多分あのグツグツいってくると思うんですけど、これを溶いて入れるんだそうです。卵とじ、まあ、ちょっとまだ早い気がするんですけど、大丈夫だろう。多分多少早くても。これ豆乳かと思って食べたらとか飲んだら牛乳でしたわ。普通に牛乳だった。実はこの大山周辺丹沢地域では牛乳もたくさん取れてます。僕 YouTube でよく視聴者の方から箸の持ち方直せって言われるんですけど、これ合ってますよね。違うのかな。違うのかもしれんな。もうちょっとこう伸ばしてくる。だんだん分かんなくなってきちゃう。もっとおかしくないそうだな。これはもう味はついてるんですかね。多分そうなんでしょうね。お醤油とかなんか見たところないもんな。よし、揚げ出し豆腐ってのはいい食べ物だと思うわ。うん、なんか塩味みたいなのついてるわ。おいしいね。さあ、そして朝ごはんを食べ終わって、今日もいい天気ですね。素晴らしいよ。2日目はすぐに帰ろうと思ったんですけども、あそこでお祓いをしてもらってから山の上を目指すというのが正式な登り方だというので、もう一度改めて阿夫利神社登ってみようと思います。その手前のところにお清めの滝があります。こういう川沿いにプールみたいな滝があるんですけど、お口からドラゴンがこんな風にお水入っております。プールの滝、本当にプールみたいですよ。階段がこんな風にこうあってね、もうじゃあ入っていこうか。はい、ザブザブザブってことで できますかね。まあちょっと僕はこんな軽々しく入らない方がいいかなみたいなので、今の時期入るもんじゃないですけど、両弁さんというのはお坊さんの名前で、奈良の東大寺を作った人らしいんですが、実は大山寺を作ったのも同じ両弁さんでして、どちらも同じぐらい超歴史の長いお寺で、その人が大山寺に入るときにここで体を清めていったのだそうでして、今でも正式な大山参りのときにはこの中にですね、こう人が入っていってここでお清めをしてから行くそうです。
こんなところで入ったらもう寒くて風邪ひいちゃうよと思うかもしれませんが、あの大山参りのですね一番のシーズンは真夏の時期、まあ、大体7月から8月ぐらいということになってますんで、まあその時だったら、ね、暑いからちょうど入っていってもいいかなって気分になるんじゃないでしょうか。ちなみにこの写真があるんですけども、ここにですねザブザブと本当人が入っていった時のやつがあるんですが、まあこんな感じ、まあ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 確かに想像はできますけどね、どっちかというと厳しい滝行というよりはなんか夏の時期に来たら気持ちいいんじゃないかなという気もします。こういうところへ2日連続でやってきたのは初めてですけれど、いやよく見えるじゃないですか。昨日よりもまた眺めが良くなりました。朝の方がいいですからね。湘南の海岸とその奥三浦半島、そして奥に房総半島、3つ3段のですね景色をお楽しみいただいているところでございます。また来たんで昨日利用することができなかったここも立ち寄りました。いやよかったよかった。朝の方が向こうから光が入ってきてよりいい気がするな。こんな素敵な額縁から江ノ島と房総を見渡して持ってきてもらったお茶と水まんじゅう、僕水まんじゅう好きなんでね、これ頼んだんですけども、うまくいただくと素敵な時間じゃないですか。水まんじゅうとか水をたくさん使って作るお豆腐とかですね、いろいろ大山には水にまつわるものがとても多いわけですが、実はあのアフリジンジャーという言葉も皆さんに紹介しましたけど、これはあのアメフリジンジャーみたいなそういう名前の意味なんですね。もともと字は違うんですが、下の大山寺の方は、アフリ山って言ったかな、そんな感じのねあの山の名前もついておりまして、まず食べるか、うん、僕の好きなタイプの水まんじゅうだ。水を食ってる感じがする。でどうして雨降りなのかと言いますと、ここから相模湾側にもう全く山がないので、向こうからやってきた湿気多く含んだ空気が全部大山に当たって、そしてこの辺りで多く雨を降らすそうです。だから水が本当に豊富になるらしい。農民の人たちにとっては水というのがとても大事になりますので、江戸時代にはですね大山は特に、農業に関する人たちからの信仰も集めたんだそうです。それからと超今更なんですけど、大山の名物はコマです。このコマくるくる回すコマね、私全然回せないんですけど、学童行った時のねコマ検定もう全然ダメでみんなからバカにされたんですが、僕はさすがにもうこの年になると自分でこう回してみようとは思わないんですけど、お子さんとかいる方はねぜひ買ってってあの子供に投げさせたらどうですか。昨日は夕方ということもあって行かなかったですが、アフリ神社のもう少し奥を皆さんにご覧に入れます。奥というのはこの一番上の方の山頂までが一番最後ということになりますが、全部歩いていくと90分かかります。前方に模範的な格好されている方いますけど、今回ね観光協会の一緒に作っている動画ということもありまして、こういう軽装で登ることはお勧めできませんので、それはねちょっと行くのはあらかじめ言ったように控えるわけですが、お得州はさらにここから先山頂を目指してひたすら登っていったわけです。現在ではもちろん女性でも登ることができますので、続々とですね女性の声も響いていますが、ここまでの道のりとはもう全然違う、明らかに急な険しい感じになります。上りが90分、下りが60分を目安とするそうです。社殿の裏に大山名物の清水の出るところがあるそうです。これだ、新鮮大山名水、こんなところ行くんですね。あるって聞いたけど最初どこだか分かんなくてね、あペットボトルもあるわ。山の奥の水のきれいなところから引いてきたお水だそうです。よし、
じゃあまだ午前中ではありますけれど、今日はここら辺で帰ろう、午前中で切り上げて帰るっていうのもそれはそれで贅沢でいいことだと思いますわ。無事帰るだって。宿に戻って荷物をまた受け取ってきました。今日はお休みの日だったんですけど、ちょうどご主人の方がおられるということだったんでね、あの荷物も預かっていただきました。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。新宿から特急に乗っても乗らなくても大体1時間で着く伊勢原ですが、最後に割安な切符を紹介します。まあ、冒頭でも紹介したやつですが、フリーパスというところを押すとこう出てくる、あ、宮ヶ瀬ダムに行くフリーパスでもあるの、それ知らなかったですけど、この丹沢大山と書いてあるやつですね。これ阿夫利神社の絵が書いてあるじゃないですか。これピッと押しますと丹沢大山フリーパスに出てきますんで、まあ、ケーブルカーに乗って一番上まで行かれるんだったらば、これを買っておいた方が、今日みたいにですね、ケーブルカーもう一回乗りたいななんてなってもお金かかりませんし、まあ、そもそも、基本的に上まで行くんだったらこの切符を買っておけば安いということになっています。ということです。詳しくはホームページまたはパンフレットをご覧ください。ではご視聴ありがとうございました。